1998年9月30日、忘れられない日だ。警官としての俺が死んだ日、アンブレラが流出させた生物兵器によって、あの夜ラクーンシティは崩壊した。俺は惨劇をどうにか生き延びた。救うべき多くの人を置き去りにして。政府の特務機関からの誘いを受けたのはラクーン事件の直後だった。俺に選択肢はなかった。長く厳しい訓練と過酷な任務、望むところだった。あの夜を、後悔を少しでも忘れられるなら、俺は救えるのだろうか。どこまで行ったんだ。誰かいるか。勝手に入ってすまない。ボスはウンポルシア、ビラキ。何が起きてる？なんだ。嘘だよ。こいつは一体。HQ、 こちらコンドルワン。こちらハニガン、状況は？ターゲットは大統領の娘がこの村にいる可能性が高い。いいニュースだわ。さすがね。湖に手がかりがありそうだ。誘導を頼む。了解。付近の情報を調べる。急いでくれ。何が起きたかわからないが、この村はまともじゃない。悪いな、また後で。邪魔したな。Ahí está.